どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、東京葛飾区にありますまっちゃんラーメン一筋、葛飾立石本店さんにやってまいりました。こちらにはですね、ブラックラーメンというね、ちょっとね辛い、黒いあんを中心に乗せたね、ちょっとこう豚骨魚介ベースのスープの、黒いラーメンが楽しめて今回やっていくんですけども、なんとですね、そちら、看板メニューのブラックラーメン、辛さが7段階に選べるということで、今回ねマックスの地獄の5丁目というものに挑戦していきたいかなと思います。でもこのブラックラーメンはですね、王様のブランチに、ニューオープン激辛ランキング第2ということでね、紹介されたテレビでも紹介された、ね、人気メニューになります。それではいつものように行った人の感想を見ていきましょう。先日はまっちゃんラーメン麺屋一筋葛飾立石本店でブラックラーメンの激辛地獄5丁目を実食。特製の豚骨醤油魚介スープに10種類以上の香辛料を配合したブラックあん、さらに唐辛子をたっぷり入れており、太麺によく合う分厚いチャーシューも魅力的。現在テイクアウトでも購入可能ということで、いやこれ、ね、キムさんという方はね、この結構激辛で結構テレビに出られている方なんですけれども、はい、その方もねここに、来たということでね、これね激辛好き要必見ですよということで、早速中に入っていきましょう。レッツゴー。説明し忘れてましたけども、こちらのブラックラーメンなんとですね、1日限定100食ということで、これね100食過ぎたらこのもうブラックラーメンは食べなくなってしまうんで。こちらがブラックチャーシュー麺、時刻の5丁目でございます。ランチタイムはね、このなんかこのチャーシュー丼みたいなのがこう一緒につくみたいなんで、早速いただきましょう。いただきます。さあ、ブラックラーメンチャーシュー時刻の5丁目、お手並み拝見ですよということで、うわうまそうだ。じゃあちょっとまずスープからいきましょう。いただきます。じゃあちょっとスープいただきます。どんなもんかと言ってらっしゃいと。唐辛子の辛みがバンと効いてますけども、喉を突き刺すような辛さですね。で美味しいな、魚介風味です。そして麺は極太ですね。いただきます。これうまいな。しっかり辛いね。具材はね、豆腐にもやし、そしてチャーシュー。これニンニクも、これありなしできます。結構パンチ効いてますね。チャーシューは見てください、これ。トロトロ。チャーシューうまっ。結構パンチ効いてますね。黒いあんが結構これも辛みが出てるそうで、これはね、豆豉と大量の黒ごま、そして唐辛子でこう辛みを出してるということで、確かにちょっとパンチ力のある辛みですね。結構魚介の風味がすごい美味しい。チャーシューがマジでうまい、これ。
麺と具材を食べ終わったんで、残りこのスープを飲みましょう。この激辛バトルに勢いをつけたいと思います。結構辛いわ。いつも見てます。ありがとうございます、うん、お前腹いっぱいになってきた。結構ボリュームあるねこれ。ごちそうさまでした。それでは開催日の発表していきましょう。まっちゃん一筋さんのブラックラーメン、地獄の5丁目、地獄5丁目開催ベル、ジャラララジャン開催ベル8です。おめでとうございます。はい、いやー結構ね、意外に想像してたより辛みがパンチ効いててね、非常に、食べ応えの一品でした。このねブラックアンはね、非常にこの辛、口の中がビリビリと心地よくしびれる、そんな一品かなと思います。なんといってもね、一押しであるこのチャーシューがめちゃくちゃ香ばしく焼き上げられ、噛むとねとろけるように口の中に、同化してなくなっていく、そんなねチャーシューめちゃくちゃ美味しかったです。スープはねこの豚骨魚介スープが効いてまして、非常にこうねあのスープを、飲むたび麺をすするたびにね魚介の風味がこの鼻から突き抜ける、そんな一品です。はい、あのね美味しいよこれ。もう僕お腹パンパンで、ね、はち切れそうです。はい、結構おすすめです。はい、というわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がよければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等々更新しますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。